はい、お久しぶりです。今日やっとその葬式の方終わって3時の終わって、帰ってからちょっとだけ寝てね、そのあれですわ、シャッターガレージの契約行ってきたんですよ。でもう速攻その今単車どけてバイクどけて開けました。ここね、ここがちょっと狭いけど、ここに猫離せるようなちょっとあの隣の土地ね、あのできるまでここにちょっと一旦何でした、工夫してこの辺とか全部ちょっと変えなあかんからね。波みたいからちょっと怖いからね、こんな波とバッて出たらもう外出られるから、ここにちょっと、コンパネ張って、しようかなと。ここね、ずーっとここからずーっと来て、この辺からこっちにしようかな、ここまでで、どう、こういうふうにどうつけようかなと。こっちはちょっとね、ここまで行ったらちょっとなかなかいろんなことせなあかんしね。ここ棚あるからね、ここもここまで行ったらちょっとあれかな。だけどここまで行きたいのは行きたいんやけど、この辺こっからこっちからここまで、まあ、結構広いんやけど、まあ、この辺も全部コンパネ打たなあかんからね、逃げられへんようにね、猫出えへんように、ここも上もちょっと工夫せんと、こんなもん波みたいやからね、ちょっと暗なるかもわからんけど、それかね、網目のようなもんでこの蛍光灯に悪させんようにするかなんかせんと、ちょっとどういうふうにしようかまだ決めてないんけどね。まあこんな感じでこう断捨上げたんですよ。これで今もうこの子らみんな久しぶり缶詰やって落ち着いてんです。まあ、あれです、お通夜とか葬式の間でも、その、結構ね、ハードやったんですよ。お通夜がおとつやったかな。おとつやけど、それまでに朝、ね、掃除して、ほいでまあ、お通夜の時、お通夜式終わって、ほいで、まあ、うちの親戚って結構喋るからね。喋るの好きやから、まあ、それで僕みたいなもん生まれたんかもわからんけどね、うちのおっさんも好きやったけど、それで終わったんが、みんな帰ったんが12時かな。12時から家、まあ30分かけて、そのあれですよ、一旦家帰ってね、40分ぐらいこのからして、それでまた帰ってから、12時半で帰ったら1時半やったかな、ね、ホールの方に帰ったら、それでお風呂入ったりしてた。もう2時回っとったからね。そっから次の日、葬式が9時半やけど、それまでに6時に起きて、30分の間かな、また。それで6時半。それで、この子らの支度とか、ポンポンのおしめとか交換すんのんで、7時半。それでまた戻った8時。まあ、ギリギリやったけどね、8時からご飯食べたりして、支度して、で、9時半の、式には間に合うようにね、なかなかハードやったっすわ。それでまあそっから今日2時半に式終わってから、葬式終わってから、これ片付けて、ちょっと寝て片付けてんけどね、まあちょっとずつね、この式、お通夜の時、これこの子らここのこれ蓋取ってもうてね、これが外れとったんか知らんけど、ここのプラチックな、どこ行ったか分からへんけど、これ外れ取って、これ3匹脱走してて、まあ、お通夜のその、何でした、朝、捕獲器セットして、これで昼には1匹捕まって、この子はすぐ捕まってんけどね、この子は。脱走して、すぐに捕まえてんけど、朝ね。それで、昼には1匹捕まえて、それで、お通夜の、もっぺんまた、その、夕方、この、見に行った時にもう一匹捕まってたらよかったんけどね、昨日捕まったからみんな、まあそれで今日ちょっとこれやってんすよまあ酸欠になるかもわからんけどね、こんなのずっとはかけてられへんけど、まあこれで温度も結構上がってんけどね、今 13.2、
9度9度から13度にまで上がってんけど、結構抜くっす。僕もこれ1枚で今おんやけど、外は寒いけどね、うん、まあ、ここらもこの子もようやく目もチュールに薬やって、ようやくもういけるかな思うんやけど、ここの子もねタオルやって、うん、この子も缶詰やって、奥にまだいとんやけど、ちょっとずつねこのトイレ取んのとかね、あまりそんなに暴れようになってきたから、ちょっとずつね、うん、こんな感じで、あ、ようやくもう終わったからね、えほんまに、まあいろんな米くれてはった人おるけど、ちょっと検知できへんかったさ、いろんなやっぱり喪主やってたらなかなかね、うん、いろんなこと思ったよりあって、うん、いろいろ大変やったさ、なんぼかそのねえ世話はずっとしとってんけど、もう取ってる時間なかったからね、もうそれしコメントすんのもなかなかやったしね、え一人返してねえ返さん言うわけがもう返してないんですよ、うん、チェックだけ読んでチェックだけは入れといてんけどね、うん、まあそういうことですみません、そう、うん、ようやく今日から通常通り、うん、猫のねえ、うん、世話とか家猫の動画上げていこうかなと、まあ、これほんまにここ入れたらちょっとまた保護できたりできるかな思ってね、これみんな、まあ、だから検査してないからね、とりあえず、うん、この子らから入れたろうかな思って、この子らはねここで入ってるから、まあ、検査はまだやねんけど、うん、とりあえずここは入れてみて、それで検査して、それまたここを検査してみたいな感じで、うん、話していこうかなと向こうに、うん、あ、これちょっと何してんの、はい、もういらんの、おとなしいな今日は、おい、ちょっと寝とんね、みんな寝とんね、モバイル猫も寝とんね、なんかほんまちょっとごついんですよ。なあ、かわいい、ええ顔してるわ。なあ。なあ。あ、さっきも出てきとったけどね。あ、ここも、あれ、ここももう入ってもうたな。この子もほんまよ、泣かんようになってきてね。うん。かわいい顔してる。よう泣いて、これ、はじめ、はぁ言うとったけど、だいぶ慣れてきましたようやく。もう捕まえるのも速攻捕まえるだからね、首根っこ持って、うん、まあ、そんな感じかな、この辺もちょっと温度もうちょっと上げてもいいかな、これ何度や、29、ちょっとやっぱりこの辺ってまだ寒いね、断熱材入れてここらのもやりたいんよね、波痛いからね、ここ上も波痛いから、これ窓もね、こんな悪さ絶対しよるから、ね、網かなんかして、ここかってね、出れるようになってんけど、ちょっと出られんようにもしてまおうかなって、まだ頼りないからね、うん、まあだけどね、ガレージ借りたのも、もう K も3番もあっちに入れて、うん、全部入ったからね、単車も、ゲンチャリも、うん。単車4台入れたかな、それでフレームも、フレーム 3本入れて、うん。いや、音がするね。またこうして、ね、明日はまた掃除で、きちっとして。またできたら公園も見に行ってね、ちょっと気になる子おったから、休み、6日目で休みやから、6日だけど、去勢手術、この子ら連れて行かなあかんから、手術にね、この子はやってるから、な。この子やってるな、うん。カットして、ここの2匹と、うん、5匹予約してるから、うん、徐々に、
まあ、検査もしていかなかったね。この子もオスやったかな。この子も連れていこうかなと。な。まあ、そんな感じです。ね、皆さんいろいろありがとうございます。いろんなコメント。ね、ほんま。また通常通り、ちょっと撮ろうかなと。なあ、あれ、おい、送ってんか。今日からまたね、トラック猫ちゃんもね、一緒に寝れるから幸せっすわ、僕は。うん、あの子ね、あの子とかも他の猫ね待ってるからね、やっと一緒に寝れるから今日からね。まあそんな感じです。以上です。ありがとうございます。